皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月4日21時21分、ホームページ淡井圭介の履歴の、1番ですね。で、まあこちらの方の、上の方の欄にある、YouTube 一覧表、裁判用春山整骨院や有野大地タウンハイツなどの件、罰金刑が良いと、まあ、こちらの方を、アクセスしていただいて、まあ、今回佳子さまや、今まで結婚話うんぬんの話をした人たち、まず本日付で、まあ、スポーツの勝ち負け、先ほどもっと下の一番 の本日付の3月4日のところ一番下のところにスポーツの勝ち負けや格闘技の勝ち負け、2023年度でもう降りると。で、お金の請求まではもうそこまでの分でという形で動画をアップロードしました。その後、正直電波での音はかなり軽微になりましたね。90% ぐらい。で、まあ、こちらの方にね、全体的な、まあ、概要というか、まあ、内容というか、その、今までの、ある程度のいきさつを、記載してます。文章や動画などで。で、まあ、途中で、まあ、台風については何回も言ってるから、もう耳にタコができるぐらい、聞いてるかと思うんですけども、台風消滅、まあ昨年は、うまくいってます。17個たったの世界中で。世界中どこの国も、しっかりその話を知ってるところの国は正直僕に頭上がらないでしょう。これは1998年も、16個など台風の発生数。まあ、そこまで抑え込んだりとか、まあいろんなことがありました。2008年かな、それぐらいの年、そのあたりの3つの年が、ベスト3で、まあ、さまざまなことをしっかりと、理解していた時期、まあ、去年ほどではないですが、で、あとは、まあ、精神病院に入院させられていた、始まった年が2010年か2011年で、96番の、大雨の災害について、もうこの辺のところも、死者が出てる大雨などを例に挙げて出してるんですけども、やっぱり一致する。精神病院に淡井圭介を入院させなかった時の方が、これ結果良かったんじゃないかと。これもうやっぱりもうはっきり出てるんですよ。で、あと精神病院の通院の時に飲ましていた薬とかあるでしょ。自分で自分の顎をゴリゴリする。あと精神を生産されなくなる薬。それはもともと公用病院に通院させられていたのが2004年、2005年だったじゃないですか。その時もうこれデータね。見てもらったらもうわかるでしょ。死者が出た大雨とか、1993年まで遡らなかったらないんですよ。で、2004年だけ、ね、何回も発生してる。で、その後、6年、8年、9年に、1回ずつ、死者や行方不明者の方が、発生している大雨の災害が発生しているんですけども、2011年以降、ここからが多いんですよ。新潟、福島の豪雨、で、その、まあまあ、まあ、自分たちでこう見てもらった方が分かりやすいところあるかと思うんですけども、あと、ね、その次2012年、2013年も、通院しながらその薬飲めろ、ずっと言ってきました。で、それね、警察官も言っていたから、もう警察官もそれ同じ。あと15年。ね。17年。18年。18年は2回。もちろんこれ、台風の件もありますね。ただ、これね、死者は出てなくても2018年の2回のうち1回、台風21号でタンカーが流されて、関西国際空港の、橋脚のところにぶつかって、
まあ、橋脚で合ってますで、まあ、そこを修理しなければならなくなったりだとか、まあ、そういうような、なかなかあの災害でしたね。で、2019年でしょ、2019年にも、まあ、こういうふうに大雨で、かなり大きな被害が出てると。もうその後2020年もそうでしょ、2021年、まあ、この辺り死者に関しては書かれてはないんですけども、毎年発生したでしょ。一応ね、昨年は、2023年の台風3号の件だけなんですよ。であとはまあ、2021年、東京オリンピック2020がありましたよね。2021年に延期になって。で、夏の甲子園でも大雨降ってたでしょ。あれ、オリンピックの終わりの方の頃に、西宮市の人命会病院、精神病院に、警察官に、連れて行かれて、入院させられてるんですが、それはそこからもう、精神病院と多分組んでる奴らだと思いますよ。淡井圭介に対して、その、挑発行為を言ってくる、いずれっていう部分をね、利用して。で、その精神病院の医者だったものも、元警察官。で、修和株式会社で上司として働いていた人間。課長としてね。で、うん、まあ、こういったことを考えると、まあ、何がまずかったかっていうことはもうよくわかりますよね。だから僕は、発言できなかったとしても、テレビで放送しなかったとしても、そのあの世の方たちとか、まあ、お見通しであると、まあ、そういうことになってくると、まあ、こういうことなんですよね。で、まあ、その後いろいろ記載してるんですけども、まあ僕があれこれ言って動画でねアップロードしたりだとか、それは政府の方で、まあ、コロナウイルスの件ですけども、動画がね、閲覧できなくなったりしてましたけども、その後、僕は文章化して記載しておきましたけども、そこもアクセスできるようにしています。13.1 番ですね。で、どうです？今年、インフルエンザすらなくなったでしょ？だから、生物兵器に関する禁止されている条約、まあ、法律ですね。それを、第何条違反みたいなことを、いくつか、しっかりと明確に書いています。まあ、そこを見てもらって、今年インフルエンザが発生してない時点でもう分かったでしょ。医療業界がどれぐらい狂ってたかって。医療業界だと思いますよ。で、それが、エネルギーの残存量問題と、あと警察官も世の中のことを諦めすぎていた。そういうところをきちっと まともな社会にしようっていう部分のところでね。だから、まあ日本中の、その辺のところでこう、もやもやってされてた警察官の方たちは、今ちゃんと社会全体、国連レベルでね、その方向、僕の言ってる方向に舵切ってくれてるっていうところは理解してください。で、それ僕は言ってからなんですよ。コロナウイルスの後どうでした？インフルエンザって言ってたでしょ、まだ。証拠にもなく。本物の裁判にしましょう。そういう連中の。作ってた連中の。世界中で。で、世界中で本当にその生中継で。で、しっかりと裁かれてるところ。もう第二次世界大戦並みの死者出ましたからね。コロナウイルスで、世界中で。あんなもう無茶苦茶なことしちゃった、本当にっていう部分ですね。まあまあ、その辺のところで一つ、そのインフルエンザのニュースも流れなくなったっていうことでね、これはまあ、佳子さまとか、淡井圭介の結婚話をしていた人たちとか、まあ、あとはそのスポーツの勝ち負け、まあ、もうしっかり言ったということでね、もうお金の請求も2023年までの分だということで、しっかりと発表してますんで、まあ今後どうなるかはわからないんですけども、まあまあ、連覇で当てられてるその音声というか声がすごく小さくはなってます。で、体は軽くなりました。まあ顔とか今潰されてるのは結局この間までね、させられていたっていうのが現実であって、昨日まで。だからその辺のところで
2023年度で霧のいいとこでもういいかと思って、もうずっと霧のないことをしてるような気にもなりましたし、本当に今すべき、本当に近いすべきことはそういうことではない、エネルギーの残存量問題の解決、本当にそれであって、まあその辺のところが言いたかったので、まあ録画してメッセージ、お伝えしました。でまた電話で君が入院と入ってきましたね。だからもうその結婚話うんぬんのところに関しても、なんか今度はさっき君が入院って言ってきたバカバカしいコンピューターの音声、まあ老人男性の声なんですけども、もう、ま、今生きてる人かどうかわからないですよ。その後のその人の声で嘘やんっていうような声が聞こえてきてるんですけども、もう国連全体でこういう風に足止めされて動いてるのに今抵抗するそんなやついたのっていう、ね、去年僕精神病院入院させられてないでしょ。だから本当のこと全部世の中に発表しなきゃならなかったんですよ。それによって法律業界の人たちとかも動いてくれる、まあ守ってくれるのと、あと警察官の人たちもちゃんとあいつの言うことを聞いたらんかったら本当にもう世の中どうしようもないところまで来てるでって、やっぱりあいつが軸だったっていうことでね。で彼はだいぶ前からずっと言ってたって、これどういうことなんだろうって。だから今政治心理倫理審査委員会の方でそのすごい、タワーのものとかを立憲民主党の方たち方が出して、まあ、お話しされてましたけども、喋ってる音声ほとんど出てないじゃないですか。だからまあどういった内容、僕関係のこととかをだいぶ言ってくれてるんじゃないかなとも思いますし、岸田さんは岸田さんで覚悟を持って淡井圭介の件を訴えてくる分に関しては総理の方で、規約すると、行政訴訟法であるんですよ。総理のその一決断でその訴訟を受け付けないっていうこと。だからその辺のところでまあみんなまあそれなりに腹くくってくれています。だからそういう部分もあって岸田さんも誠意を持ってで政治倫理審査委員会に出てきて、まあ、不記載の部分に関して各議員が個別で自分の、プライベート用に使うような形で、不記載をしてるんではないと、そういうわけではありませんっていうことを、誠意を持っておっしゃっていただいていて、大体なんとなくわかるんですよ。まあ、これは僕の想像でもしかしたら違うかもしれませんけども、その不記載でね、記載漏れがあった件とは多分訴えられてるんじゃないかなと、自民党として。で、自民党がこうこうこの件でお金、払ってくれとか、そういうふうなことになってるんじゃないですか。で、もう確認に書けないっていう部分があって。だから、まあ、これ何回も言いますけども、日本中の警察官の方へ、まあ、精神病院への入院とかに関しても、今さっきのね、欄のところ、見てもらって、晴山整骨院と兄の第一タウンハイツの、まあ、2024年3月4日の分ですね、ホームページは淡井圭介の駅の一番から見てもらったらよくわかると思います。一連の流れ、文章と一緒にその動画にアクセスできる状態のところを見てもらったら、ある程度のことわかります。それにプラス、もっといっぱい本当はくっついてくるんですよ。もう、どこで手に負えない、本当に。で、ここも本当に、まとも側の人間で手を組んで、対応しなかったら、もう乗り切れないでしょうね、人類。どう考えても。だからそれを何回も、しっかりと見ていただきたい。大雨とかの件とかも全て本当ですし、で、まあこちらの方にだいぶ悲しみとか来てるんですけども、誰かがまあ悲しんでくれてるんでしょうね。で、どこかでみんなけじめつけて対応するしかないですよ。まあ、ただもう払いませんこそにはいつも通りですけどね、今のところまだ。どうせ、すぐにどうせ崩れますよ。あの人たち自分たちが率先して、しっかりしなきゃなんないっていう言い方をしないから、自分たちの我がの金稼ぎのために、まだ歩ける老人とかを連れてきたりしますから。じゃあ歩けるんだったら、連れてくる必要があるかって言ったら、ないんですよね。
だからこれはこの辺の、だから、こういう病院に関しては2004年から通院させられて、で、あの病院もそれから大きくなってるんですよ。本当に。だお金の周りとか、まあ、警察の動き方が全部逆になってしまってる。絶対淡井圭介側で動かなきゃなんないの、全員。で、アホみたいな話とか、そういう電波の声、聞かされましたね。まあ、その人間の位置特定できたら、まあ、対応した方がいいとは思いますね。まあ、佳子さまにとか、まあまあ、他の人たち、まあ、報道とか、まあ、国会議員の方たちとか、まともな人たちにとっての朗報は、まあ、昔もそうだったかもしれませんけども、インフルエンザがなくなったと。これ、昔も僕、一回しましたよね。でも、みんなマスク外そうっていうことになりましたよね。マスクしてる人間ほど卑怯者だって。淡井さん、彼、あんな目にあっても、全然マスクしないよって。それは潔くないから。たやさん人間顔変わったりするのに、ねえ、マスクなんかしなくてもっていうのあるじゃないですか。そもそもで言うと。まだなんか医療業界のコンピューターですかね。君が入院とか、なんかそんな心の声か何かを言ってきてるみたいですけども。あかん取られるわっていう声が聞こえてるんですが、体温の方がこちらの方に来てますね。まあ、胸の方で、胸とお腹の間ぐらいのところに体温が来てますね。で、今度ドンっていう音が聞こえてる。だからスポーツの勝ち負けは YKS が置いてる。で、これは特に僕が要求したわけでもないじゃないですか、体温についてね。考えてもないし、だからそれ取り合いっていうのは嫌いだから。だからこの世の中の統治の仕方がやっぱり根本的に大きく、まあ、歪んでいて、まあ一応改善する方向には向かってるんだとは思いますよ。で、どうなんでしょうね。もう何か言っても効果ないんで、もう結局自民党としてなのか、世界として、万博を開催する方向のようですけども、大阪の万博のカジノの件も、あれはカジノはもうなくなってましたっけ？長崎の件はなくなってましたけども、IR カジノ。それは国土交通省が許可を出さないっていう形で対応しましたけども、大阪のカジノは今どうでしたっけ？ありませんでしたっけ？どう考えても、いや、もともと、何でしたっけ？スロットって要するにパチスロとかでしょ？もう僕めったにパチンコ店とか、もう何十年も行ってないんですけども、もちろん誰かに連れて行かれた時だけですね。だから人生で数えて何回かだけですね。10回も行ったことないですね。で、もともとカジノなんか、ラスベガスも売り上げ上がってないんですよ。だからボクシングとかで、今どうなんですかね。一時ボクシングの試合とかお金かけてたでしょ。それして向こうも勝ち負け八百長云々とかもあったんじゃなかったでしたっけ。で、それももう今なくなってるんですかね。で、もともと向こうのラスベガスでさえ赤字なんですよ、カジノって。で、いやいや、もともと普通に考えたらあんまり面白くない。店の方が勝つから、絶対。で、それでも赤字で、お客さんがついてこない。だから、ショーとかそういうふうなところにお客さんが流れていってるだけで、日本のカジノに関して、もう、どうせ作ったってね、パチンコ屋でスロットも行ってるから、わざわざ遠いところまで行きますっていう話になるじゃないですか。じゃあ、ルーレットとポーカーで稼い、あのお客さん来ますって言ったら絶対来ない。正直、ゲームとかの方が面白い。だから、どう考えても、まあ、万博自体はするみたいですけども、まあ、カジノを
をするっていう話は聞かなくなりましたね。まあ、いろんな人たちが水面下で頑張ってくれてたのか、頑張ってくれたの、頑張ってくれた後なんか、だから僕も何回も入院させられていたから、テレビとかの情報とか甘かったりとか、メモとか記録がなかったら僕もどうしようもないんで、多くの情報、本当にたくさん、万博の件だけに、付き合ってるわけじゃないですから。まあまあ、もう一押しみたいなところなんですかね、状況。まあ、とにもかくにも万博がなくなってくれるほどありがたいものはないっていうところですね。ただまあ、もうやむにやまれず、結局万博はコンパクト化して行うみたいな形ですね、今のところ。だからまあ、その後、本当の、バイオマス発電、まあ、一応木製チップとかを燃やしての、その、かまど発電って言った方が日本語に直すと、それじゃなくて、ホームページは YK ですけど、の 58.3 番、バイオマス発電っていうのがあるんですけども、ちょっと見えないですよね。ピント合わなくて。58.3 番、ちょっと、これね、自動でちゃんとピント合うときは合うんですけどね。まあ、ここなんですけども、まあ、ここを、タッチして、で、まあ、もともとどういうものかって言ったら、まあ、汚泥と、生ゴミを大きなタンクに、詰めて、メタンガスを発酵させて、まあ、ガスを作るっていう、まあ、原始的というか、シンプルな、方法なんですけども、下水処理場自体が日本全国で1500箇所あって、まあ、これも思い出しました。その僕は20歳ぐらいの頃、1998年それぐらいの頃、フルーツラパークでそういう話とかしていたなって、全国で1500箇所もあると。これは絶対した方がいいっていうことで、で、まあ、ある程度、進んでいて、僕もね、ちょっとこの表の読み方よくわからないんですけども、政府の発表してる、データの方でね、下水処理場におけるバイオガス発電施設っていうことで、まあ、こういう欄にアクセスできるよにもしてるんですよね。で、まあ、ここで丸が入ってるところが現在あるんですかね。まあ、そういうような形でね、まあ、これね、まだ合計しても、丸入ってるところだけだったら、まだ100あるかな、ないかな、ないかな、全然ないかなっていうところですね。だから、だからもっと日本中たくさん作れるはずなんだと思いますよ。元は。1500箇所あるっていうことですから、だから余計な建物を作ってる暇があったらっていうこと、だから万博の跡地にこういうバイオマスの発電にするのか何なのかなんですね、正直。だからある程度あんまりその生ゴミとかを運搬しなきゃならないんだったら、そこまで、その万博の会場までね。それだってある程度も街中で作ったらいいでしょうから、その、まあ、地震の件ももちろんあるんですけども、その、ガスを貯蔵しておくタンクは地下タンクで大丈夫だと。ガソリンスタンドで、大爆発を起こした事件なんかないですよね。僕、長い間ずっとニュース名通してますけども、ないんですよ。ただ、地上にむき出しになってるタンクで大爆発したりして、とんでもないことになってる例は今まで何回かあったんですよ。日本でも姫路市でありました。中国でも、まあ本当のところ何年前のニュースかわかんないですけども、その周りのね、かなりの広範囲が吹き飛ぶぐらいの、大爆発につながってるんですけども、もともと貯蔵量を考えたらね、そこに引火して爆発したらどれぐらいの威力になるかっていうことを考えたら、もうね、爆弾、大きな爆弾よりも、もうとんでもない大きさじゃないですか。だから、そういうのは地下タンクでいいと。この話、聞いたことありません、僕から。聞いたことある人は思い出したりするでしょう。で、地上に、下水処理場からのね、汚泥と、あと生ゴミを入れておく、まあ、円筒状の、まあ、筒の容器、まあ、金属の。まあ、金属で、その、しっかりと土台も作っておけば、まず大きな地震が来ても、まず倒れることはない。まあ、それも長さどれぐらいにするかとかあると思いますよ。正直ね、円筒にするから倒れると思いません？例えば、高さ15メートルにするんだったら、横も15メートル。
真四角15メートルずつ立方体倒れるような気します？しないでしょ。作り方の問題なんですよ、どう考えても。そこ醸造するところ、醸造というか発酵させるところだから、蒸留というか、だからまあ、形なんかどうでもいいんですよ、溜め込んで入れとくだけだから。だから都市部でもいいんですよ、設置する場所がある程度。だからもう爆発しないっていう前提で考えて作ったらいいですから。だから運ぶ距離のことを考えた方がガソリンは余分に消費しなくて済むんですよ。で、高いビルあっちこっちで日本中作ってしまったでしょ。これが効率悪くて、空き家がもう1000万件以上出来上がっていて、新築ですよ、ほとんど。ほとんどが新築。で、もちろん生まれてくる人たちがね、ずっとほぼもうこういう風な逆三角形の形で、少なく男性女性の数ですよ、割合じゃなくて数、こうなってきてるのに、そしたら買いでる人がいるわけがない、存在するわけがないってなりますよね。そしたら いつになったら埋まるんだろうっていうことになるんですよ。で、まあ老朽化したそのビルとかを解体してできたスペースのところに、そういう、真四角のね、貯蔵タンクを、設置すると。と、プラス、あとは地下タンクですね。まあ、もちろん都市部ですから、地下鉄がどういうふうに走ってるかとか、そういうふうな、あと地下街とか、そういうとこを意識して、作るっていうことであって。まあ、しなきゃならないこと、建築業界の人たちが全然分かってないんですよ、残念ながら。エネルギーの残存量問題はさっき覚えなかったら無理なんですよ。で、バイオマス発電とかいろんなところ、もう僕のホームページ、淡井圭介の履歴を見た瞬間、もうみんなどれ見たらいいか分かんなくなるでしょ。で、一応目次欄を作ってるから、そこ見てもらって、まあいろんなところを見てもらったらいいんですけども、基本的にその自然再生可能エネルギーとか、そのエネルギーの残存量に対して何をしなきゃならないのかっていうことが分かってくるじゃないですか。自分たちでエネルギーを作れるようにしなきゃならないって。じゃあ何をするべきかっていうことがはっきりと分かってくると。で、政府もそれ聞いとって誰か言ってくれて、まあ、声が届いてるんですけども、20歳ぐらいの頃僕言ってるんですよ本当に。で、まあ、フルーツラパークだったと思いますけどね、まあ、どれぐらいの人が聞いてくれたかが、もしくはテレビに向かって言う方法が心の声かの、多分フルーツラパークで言ってたと思うんですけどね、その、3つとも埋めていた可能性もあるかもしれませんけども、まあ今言ってるのは、まあ、万博終わった後どうされるんですかっていうところなんですよね。運ぶ距離、これも先に言っておかんともうその頃多分もう岸田さんじゃなくて多分違う人でしょ、総理。こうなってきたら、だからもう先に言っておかなかったら、後から後手後手に回ったらもうどうしようもないから、だからもう何をするかって言ったら、どこにそのね、バイオマス発電所を作るかって、もうでも、だから木材とかさ、山の中のかまど発電、各学校とかに設備したらいいからっていう。歩いて、取りに行って、枯れてる竹とか、枯れてる倒木とか、それで集めないんですよ。車に乗せて運ぶこと考えるから、体を鍛える発想とか、あと余分にエネルギー消費する話につながっちゃうんですよ。できますから、いくらなんでも。片道15分30分ぐらいのところ、そうじゃなかったら高校生大学とかさ、甲子園目指すなんか恥ずかしくて言えなくなりますよ、たったそれぐらいの距離。普通にみんな歩いてるし、まあもちろんあの木とか担いで持っていくっていうことになったら、それはもうまあ、大きさにもよって、ものすごく重たくなったりもするでしょうけども、基本的には竹籠みたいなものを作ってね、でそこに枯れてる竹とか、枯れてる竹なんかもう重さ知れてますから、背中のところにある程度竹籠いっぱいにしても重さ知れてるじゃないですか。10キログラムもなかなかいかないでしょ。だからもう現場で本当はなんかこうハンドルぐるぐる回して粉砕機を使ってですね、金属製の竹を粉砕して、もうどうせ木材の細かいチップとかにした方が早く燃えるから、その方が高い温度に持っていけるから、だからもう現場で細かく砕いて、ある程度の大きさにで、竹かごに入れて、まあ、歩いて、まあ、帰ってくると、まあ、それでも十分体鍛えられますから、何回も往復すればですよ。
で、時間給つけてもらってね、高校、大学とかだったら。ただ小中学校とかだったら、まあ、解体した家屋の、家の中にあった、木材だとか、ゴミステーションに、例えば、春から秋にかけて、もちろん冬はもうそうなんですけども、出てくる、まあ、紙類だとか、まあ、まあ、家具関係だとか、木の、燃えるもの、そういったものを燃やして、かまど発電とかを行えばいいと思います。あ、最低限自分たちの暖を得るのが、そのエアコンとか、石油ストーブとかじゃなくて、まあそういったものを燃やして暖を得ると。それはまあプラスマイナス全然変わってくるじゃないですか。そういうところをみんなね、頑張って、まあ僕の方は河川水門開式ダム発電とか地下水トンネル発電とか、まあかまど発電の方は、まあ、あとはタービンコイル、ボイラー室というか、まあ、そういったところをしっかりと作ってくれる業者さん、あとかまどに関してどういうふうなかまどの作り方をすれば一番高い温度に持っていけるのかっていう、まあ、僕なりにいろいろ考えて、文章化してますけど、まあ、その辺のところは YouTube 一覧用のかまど発電のところとか見てもらったらいいんじゃないかなと思います。以上です。まあ、ちょっと最後の同じ話になってしまいますが、ちょっとね、ちょっとだけ万博のところとか、もう先に手を打っておこうみたいな形で一応言っておきました。以上です。皆さんご協力ご対応ほどよろしくお願いいたします。まあ、自民党や立憲民主党や、維新の会のこの3つの法廷のところで、その辺のところ、本当にそこに作っていいかな、何回も運搬するのに生ゴミを、ガソリンどれぐらいいるかなっていうところを考えてもらったら、僕はさっき言ってた方式で街中で作ったらいいと思いますよ。以上です。皆さんご協力ご対応ほどよろしくお願いいたします。